お待ちしてました、皆さん。無事です。正確には無事で来られるのはここまでなので、ここに留まっていました。ここまで来てあの男に傷一つ負わせず帰るなどありえないわね。私もここは進む一手だと思う。受け身のままだと事態の好転は望めないっしょ。それによからぬ計画も進行してるみたいだし。はい、でも了解です。ずっとちびまゆと組むってわけじゃないわよね。お試し期間はおしまい。一度過信を解いたんだから、ここはもう一度相手を選んでもらわないと。公平を期すということですか。いいでしょ。一番相性がいいと思う姫を選ぶがいいわ。それが最上の結果を生むことに。私を選ぶの？まあ当然ね。勝利したければ強いものを選ぶべきだわ。ならばお前が合わせなさい。私を選んだのだから、それくらいの覚悟はあるのでしょ？いいわ。私を失望させないようにしなさい。エンゲージ。新田くん、前。